はい、カバセビユーです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス、本当にありがとうございます。今日も大岸の草刈りへやってまいりました。前回動画の続きなんですけど、前回朝一からですね、あのカボス畑の、まあ昔田んぼだったんですけど、そこ昔こう食えたんですよね。食えたっていうか、あの分かるかな、土がこうドサッと流れたっていうか、土砂災害みたいね。でそこが結構直角行になってて、もう結構こんな立ったようなところで、まあ、そこが一番きついんですけど、そこをなんとか終わらすことができました。もう11時ぐらいなんですけど、もう足ガクガクしてですね、もうやめようかなと思ったんだけど、まあ、もうちょっと、まあ、1時間でもできたらいいなと思って今からやっていこうと思います。今日は非常に天気が悪いですけどね、あの作業するには非常にいいです。風もなくですね、まあ心地よい天気というか、寒くもないしね、なんか非常に、でもやはり晴れてた方が作業するにはこうすがすがしい感じがしますね。はい、ということで、まあ、上の方で今陽さんがトラクターで田んぼ環境に音入ると思いますけど、はい、じゃあ今日午前中の続きやっていこうと思います。その前に、まあ、どれぐらいできたか、見てそれからやっていきましょう。今日も一日安全作業で頑張っていきましょう。はい、向こうに太鎖湖橋が、太鎖湖橋、ね、奥滝橋やったかな、見えますね。はい、で午前中はこの直角溝のところね、ここが食えたよな。これをやりました。結構きつかったな。で一番下にここの田んぼの方の電気柵があって、ちょっと切るといけないんで、そこはちょっと避けてるんで、なんかちょっとすっきりしない感じですけど、まあ、こんな感じです。でその前にここを刈りました。ここね、ここはね割といけるんやな。結構斜面が立ってるけど結構いけます。ここがやっぱ一番きついな。はい、じゃああとここね、このカーブンとずっと向こうまで、カーブンところまでは無理かな。まあ7、8メーターぐらい行きましょうかね。
いやちょっと一番下まで行く元気がないな。下っ側はまた次の回にしようかな。割とこの辺は上の方はね、まあまあ借りやすい感じなので、まあ上の方行けるとこまで行きましょう。ちょっときついな。あ、ようさん来た。お前なんかええねえぞ。これで明るいじゃねえか。いやおねえわここ。いや、ここどうせクエジョギ来てるやもね。そう、ここはクエジョギも立っちゃうよ。うん。ああ。気をつけると危ねえぞ。そうそうそう。いや去年一回聞いたよ。はい。今もうようさん来て、もうお前昼どっちって。ちょっと喋るやったらもうほんと昼になってしまいました。ちょっとなんか寒くなりましたね。ちょっと喋ってると寒くなったんでちょっとベスト来ましたけど、はい、ということでもうお昼なので、今日はこの辺で終了したいと思います。最後に どれぐらい終わったか見てみましょう。はい、あまり進みませんでしたね。このこっからこのエリアぐらいかな、3メーターか4メーターぐらいしか進みませんでしたね。で下側はまだ切ってないので、まあ、ヨウさんから下から来たんかして怒られたんですけどね。ちょっと下に行く元気がなかったので、まあ、上から刈りやすいところだけこう刈った感じですけど、まあ、次回は下の方から刈っていきましょうね。はい、ということで、丸2日間ですね今やって、どうでしょうね、ずっと。まだ向こうずっとあるんですけど、でも3分の2までは行ってないかな、な感じですね。まあここは下側も残ってますしね、はい、でもぼちぼちやっていきましょう。はい、ということで今日の作業は終了します。今日はあのカメラアングルがですね、あまりこう遠くからだったり上からだったりとなかなかうまく撮れなかったですね。ここねカメラ持ってくのがきついよな。本当ちょっと皆様にあの満足いく映像ではないと思いましたけど、本当に長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価
グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。